三つの密の図。条件が重なるところほど、クラスター発生のリスクが高まる。三つの密は、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大期に総理大臣、官邸、厚生労働省が掲げた標語。集団感染防止のために避けるべきとされる、密閉、密集、密接を指す。三つの、密三つの密とも表記され、一般に三密と略される。また、 英語圏では 3CS3CS CS として普及している。密閉は窓がなかったり換気ができなかったりする場所を指す。換気の不十分な空間において空気中のウイルス濃度が高くなり感染のリスクが生じる可能性が指摘されており実際感染した事例も報告されている。対策としては部屋の規模に関わらず十分な換気が重要である。厚生労働省 首相官邸は、窓のある部屋の場合は2方向の窓を数分間程度全開にし、毎時2回以上換気することを、また乗用車やトラックなどのエアコンでは、外気モードに自転車やバスなどの公共交通機関では、窓を開けに協力するように呼びかけている。なお、換気の悪い密閉空間とは、一般的な建築物の空気環境の基準を満たしていないことを指すものと考えられる。 その意味では、ビル管理法の基準に適合させるために必要とされる換気量を満たせば、換気の悪い密閉空間には当てはまらないと考えられる。よって、窓のない施設でも過剰に心配する必要はないが、換気量をさらに増やすことや一部あたりの人数を減らすことが求められる。なお、通常の家庭用エアコンでは、換気が行われないため、別途換気が必要である。 密集は人がたくさん集まったり少人数でも近い距離で集まることを指す。対策としては他の人と互いに手を伸ばしても届かない十分な距離を保つことが効果的である。密接は互いに手が届く距離で会話や発声、運動などをすることを言う。密接はどんな場面でも起こりうる。世界保健機関によれば5分間の会話で1回の 咳と同じくらいのしぶきが飛ぶことが報告されている。対策としては、会話、発声、運動などの際に、十分な距離を保ち、マスクを着用することが求められる。安倍晋三は2020年の4月17日の衆議院厚生労働委員会で、妻、安倍昭恵の大分旅行に関連して、密が3つ重なることが問題であると発言した。 22日の記者会見で菅義偉は3つの条件が重ならなければ感染のリスクがないと言っているのではないと強調した。これらの整合性について毎日新聞は会議的に報じている。また2021年に日本国内でもいわゆる変異株の拡大が始まってからは1密や2密でも感染拡大のリスクが高まったことが報告されている。 4月には河原での飲み会における感染例が3月には2メートル以上の間隔を開けての劇場での稽古における感染例が報告されている。西村康都市経済再生担当大臣は5月2日の会見で最近のクラスターにはこれまでに見られなかった事例が出てきているとした上で一つの3つだけでも感染が広がっているケースもあると注意喚起した。 厚生労働省に対策を助言する専門家組織も3密の場面だけではなく2つあるいは1つの要素だけでも感染のリスクがあると研究した。2020年3密を避けるように呼びかけるチラシが布マスクと共に国民に配布された。厚生労働省クラスター対策班が設置され、クラスターの共通項を見つけて類型化すれば、 より有効な行動変容を呼びかけることができるはずとの議論がなされた。厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大の予防策として新型コロナウイルスの集団感染を防ぐためにを公表した。スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは一人の感染者から、 複数に感染が広まった事例が報告されていることを念頭に集団感染の共通点として換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間不特定多数の人が接触する恐れが高い場所を挙げ注意喚起をした国内での感染者が増加傾向に入った3月9日厚生労働省の専門家会議はこれまで 集団感染が確認された場所は3つの条件を満たす場所や場面だとし、それらを避けるように要請した。この時点では換気の悪い密閉空間多くの人が密集近距離での会話や発生の3つが挙げられ、さらにクラスターの発生のリスクを下げるための3つの原則として、換気を励行する人の密度を下げる、近距離での会話や発生、交渉を避けるを挙げた。 これらに加えてこまめな手指衛生と咳エチケットの徹底、共用品を使わないことや使う場合の十分な消毒を感染予防の観点から強く推奨した。ただ、この時点では密に着目した言及はなかった。専門家会議の発表を聞いた官邸スタッフの一人が集団感染が確認された場所や場面の三つの条件のうちを三つ目の近距離での会話や発声を 密接とすることを提案し、3つの密が誕生した。3月18日、総理大臣官邸公式ツイッターは、換気の悪い密閉空間多数が集まる、密集場所間近で会話や発声をする密接場面を避けて外出するように呼びかけ、3月19日には、新型コロナウイルスの集団発生防止に関する、チラシ、密を避けて外出しましょう。を公式サイトに掲載した。 これは後に、三つの密を避けましょう。に変更された。この時点ではまだ国民に広く浸透はしていなかったが、3月25日に、小池由里子東京都知事が、記者会見で、ノー三密三つの密を避けて、行動を、とボードに掲げ、この姿が広く報道されたことで知名度が上がった。3月28日には、安倍晋三内閣総理大臣が、 記者会見で3つの密を避けるように呼びかけた。以来、3つの密は新型コロナウイルス拡大防止の標語として広く用いられているが、3月31日から4月1日にかけて厚生労働省とラインが新型コロナウイルス対策のため全国の利用者を対象に行った調査の第1回では3つの密を避ける取り組みが十分ではない現状が 明らかになった。安倍首相が会見で3つのお願いの3つ目として引き続き3つの密を生活のあらゆる場面で避けていただきたいと呼びかけた。6月18日の記者会見で安倍首相はクラスター対策を進める中で3つの密を避けることによって日々の仕事や暮らしを続けながら感染を予防できるとの知見が得られたとし、また3つの密は3つの C として 世界中で認識されるに至っているとの認識を述べた。2020年11月、新宿4丁目交差点、京王新宿追い分けビルに掲示された、一陣車、ゆりゆりの広告とマスクを着用した歩行者。広告のコピーは密です。信号待ちも、ソーシャルディスタンスでと世相を反映したものになっている。千二十一年二月、緊急事態宣言下の渋谷駅前、 八甲広場。三密の回避やソーシャルディスタンスの確保などを呼びかける掲示が確認できる。平時より人手が少なく、また通行人はマスクを着用している。三つの密は2020年初頭、新型コロナウイルス感染拡大初期では日本国内でも十分に波及しなかったものの、先日の小池百合子東京都知事の会見での言及や、口述の密です発言。 安倍晋三首相の会見での言及などを経て、マスメディアでも取り上げられるようになり、年内には新型コロナウイルスの感染拡大防止策として当たり前に使われるようになった。厚生労働省と LINE が協力して行った全国調査で寄せられた全国およそ2400万人の回答を分析したところ、3つの密を避けていると答えた人の割合は、第1回の調査時点では、 全国で28.83%だったが4月7日に政府が緊急事態宣言を出した後の第3回の調査では50.88%と大幅に増えた。また英訳の 3CS も感染拡大防止策として国際的に普及した。11月5日に発表された同年のユーキャン新語流行語対象候補3 5でも他のアベノマスク ソーシャルディスタンス、PCR 検査などの新型コロナウイルス関連の用語と共にノミネートされ、12月1日年間大賞として3密が選ばれた。前日の11月30日に発表された賛成同時書を編む人が選ぶ、今年の新語2020では3位に密が選出されている。キャッチコピーを研究する中央大学の飯田朝子教授は密を 今年を象徴する一文字と評価している。年末恒例のその年の世相を漢字一文字で表す今年の漢字でも密が選ばれた。東京都の小池由里子都知事は4月9日内閣府でコメントを求めて殺到する報道陣に密ですと連呼し距離を空けるよう求めた。この様子が報じられるとネット上で話題となりツイッターには発言を題材にした投稿が相次いだ。 個人開発によるゲームも登場し、ゲーム紹介動画は1週間で830万回以上再生。22日の取材では、小池知事が、ここで、私が、密と言ったら、ゲームができてしまったと言及した。飯田朝子は、密ですとすることで、離れてくださいということをわかりやすく伝えられると、説明している。十二月一日に発表された、ネット流行語大賞二千二十では、 密です。が、投票全体10.4%の票を集め、銀賞となった。三つの密と同様に、避けるべき状況を示す語として、習近平という標語も SNS 上で広まった。これは、新型コロナウイルス感染症の発生源、武漢のある、中華人民共和国の中国共産党総書記の、氏名、習近平をもじったもので、習近平にはそれぞれ、 次の意味がある。周囲コール人が集まる場所を避けよ。近イコール近距離での会話や交流を避けよ。閉イコール閉鎖、または密閉されている、換気の悪い環境を避けよ。日本の首相官邸及び厚生労働省は、3つの、密を避けましょう。の英語版として、アボイドザ、スリー c s を公表し、スリー c s は、クローズドスペーシーズクラウディットプレイシーズクローズ。 コンタクトセッティングスと定義している。三つの密を避けましょう。の英語版首相官邸、厚生労働省はの英語版に加え、中国語版も作成しており、中国語版では日本語版と同じく、三密としている。ニューヨーク市議会衛生委員長のマークレバインは5月21日に、三つの密を避けましょうのポスターを英訳版とともに、ツイッター上に掲載。これが、 日本が取り組んでいること。何が最もリスクが高いかを強調する上で良い方法だと紹介している。ロサンゼルス軍は7月3日にツイッター公式アカウントでマスクの着用、社会的距離の確保、手洗いと 3CS の回避を呼びかけて以降、定期的に 3CS について言及している。7月7日には新型コロナウイルス対策を担当する。 西村康都市経済再生担当大臣が、米ウォールストリートジャーナル誌で、三密について触れた。10月12日には、イングランドのジョナサン・バンタム副主任任務官が、首相官邸で開かれた、A 政府の記者会見に出席し、ウイルスが拡散する条件は、日本の三密の助言にうまく要約されているとした。さらに、三密に D と V の独自の2項目を加えた。 三密プラス二を披露した。6月18日の記者会見では、安倍首相が三密が世界中に知られるようになったとの認識を示しているが、10月8日に発表された民間臨時調査会の報告書でも、三密の考え方は日本だけではなく、広く全世界に発表されたとしている。世界保健機関は2020年7月11日、 新型コロナウイルスの感染予防に向け、3密の英訳に該当する 3CS 回避を呼びかけるメッセージを Facebook と Twitter 上に投稿した。なお、フルはクラウディッド・プレイシズ・クローズ・コンタクト・セッティングス・コンファインド・アンド・インクロスド・スペー l ズとしており、首相官邸、厚生労働省の定義とは若干異なる。修学旅行での旅行先として学生が多く集まる、 京都府では、軽の修学旅行3密防止対策支援事業を立ち上げて3つの密を避けての旅行を支援する。具体的には、当初予定していた移動手段を3密回避のために変更する場合、宿泊施設、食事場所の部屋数を増加させた場合、及び生徒等が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明し、送迎等の費用が発生した場合に、 生徒1名あたり2000円を上限に支援する。福岡県は、福岡市出身の女優、今田美桜を起用した観光プロモーション動画、福岡、秘密の旅から今田、福岡行ってみよ、を作成し2020年10月1日に公開した。動画は、三密を避ける、新しい旅が、テーマで、福岡県観光振興課は、福岡の新しい魅力を発信したいとしている。 ヤフーは2020年4月、ヤフーマップアプリとウェブ版、ヤフー地図で2020年1月31日に終了していた混雑レーダーの提供を再開した。地図上でエリアやターミナル駅周辺の混雑度を確認できる機能で政府や自治体が新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて3つの密の回避を要請していることから再開を決めた。 緊急事態宣言期間中は多くの映画館が休館し、さらに新作映画の公開延期もあって、映画館の興行収入は5月時点で前年比1.1%まで落ち込んだ。緊急事態宣言が解除された6月も客足が戻らず、興行収入は前年比9.9%にとどまった。新型コロナウイルスの影響を調査したアンケートによると、 映画館が3密に該当すると思うと答えた人は63%、映画館が危険と感じる理由について、換気が悪そうと答えた人は54%に上り、感染リスクについて不安を感じる人が少なくないことが映画館の工業収入の大幅な減少に結びついたと考えられる。このような不安に対して、愛知医科大学の参加者広志教授は、 映画館の換気がしっかりされているのがわかれば、映画上映中はおしゃべりもしないし、飛沫も飛びにくい。観客の方々がマスクをして映画を見られれば、新型コロナウイルス感染症に罹患する確率をかなり減らすことができるとしている。実際に劇場内でスモークを焚いて、換気の様子を撮影する実験では、約20分で換気されることが立証され、 1>, 1時間に3回換気がなされることになり、映画館が三密環境ではないことを示した。ありがとうございます。